近づいてくるとき、いいクリーパーの場合、人間にはわかりやすいように前から近づいてくる。悪いクリーパーの場合、人間にはバレないように後ろから近づいてくる。音、いいクリーパーの場合、だいぶ離れたところからチッと分かりやすく音を出してくれる。悪いクリーパーの場合、人間に近づいていくぐらいじゃ音は鳴らず、触れた時に初めてチッと音が鳴る。爆発する前に、いいクリーパーの場合、急に目の前に現れず、お手紙でいつ行くか知らせてくれる。悪いクリーパーの場合、普通に近づいてくるだけではなく、罠を使って人間を捕まえてくる。そしてゆっくりと捕まえた人間のところで爆発する。爆発、いいクリーパーの場合、爆発といっても花火なので見てて綺麗。悪いクリーパーの場合、爆発に耐えるためにダイヤの装備をしていても一発でやられてしまう攻撃力。爆発の場所、いいクリーパーの場合、夜空を見上げていたらいいクリーパーが現れてたまや。悪いクリーパーの場合、必死に逃げ切ったとしても家を探されて爆発、家が跡形もなくなっちゃう。コッ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 、評価しないと爆発するぞ。